こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフー知恵袋に勝手に答えまーすのコーナーです。総合 Q&A ランキングの1位から3位までの中から、まだ読み上げていない質問を勝手に読み上げ、勝手に答えるコーナーです。今回は2位と3位が、えー まだ読み上げていないななものになりますますず3位からいきましょう。3位。52歳夫についてです。私、51歳。短い交際期間で結婚しました。あまりどういう人か分かってませんでした。昨夜、高校2年の娘が進路について相談したいと言ってきたので、話を聞いていると。 隣にいた旦那はテレビを見て無関心しばらくするとママママお耳痛いから冷やしたいと言い出し挙句の果ては仰向けに寝転び娘が行きたいところとは全然違う県外の大学を挙げてここはここはと聞いていました私がブチギレると逆ギレするのを分かっているのでぐっと我慢しましたこんな旦那どう思います マジで同じ空気吸いたくない。稼ぎがいいから俺様なのですかね。何か怒りを通り越して悲しくなってます。ど,んどう思いますかが質問ですね。はい。ダメ旦那だと思います、はい。まあ、もうちょっと言えばダメ親ですね。ダメ父親ですね。はい。この場合は。はい。はい。以上です。もうそれ以上コメントすることありますね、これに、ね、は。 はい第2位いきましょう、助けてください。え、ちょっと長いな、まあ、読みます、高一女子です、母が2年前に再婚し、子供を産みました。 今まで15年間ずっとシングルマザーで母としか生活していなかったので、男性がいるという生活に未だに慣れないです。弟が生まれてから母はさらに私に厳しくなり、二人きりだと全く口をきかないのに、父がいるとすごく甘えてきます。お酒を飲むと女の顔とか甘えた猫なで声を聞くのが辛くなります。 部活や学校で疲れているのに泣き声がすごくうるさくてイライラしてしまいます私の心にの余裕がないからだと思います静かにしてとも言えないので風呂場に毎日こもっています賃貸なのでどこに行っても声が響いてノイローゼになりそうです母は弟が泣いてもスマホを見るばかりで結局私がなだめています毎日靴ずれをしながら10キロの道をチャリをこいで登校しているのですが 水道だけじゃ足りず母はジュース代すら出してくれないので施設のウォーターサーバーで水分補給をしています母はお金がないと言いつつたくさん旅行に行くし自分にだけお金を当てています部活から帰ってきたら母と父、弟がいないので冷蔵庫にあるもので夜ご飯を食べていた頃母たちは旅館に行っていたそうで涙が出てきました友達との遊びも 家庭が金銭的に余裕ができないため、1円ももらえず、泣く泣く断っています。私服や私物も買ってくれないので、自分でボランティアをして、交通費や食事代でコスメを買ったり、友達と遊びに行くお金にしています。母は私に対して何もしてくれません。それなのに、弟にはどっぷり甘えてずるいなって思ってしまいます。 赤ちゃんだからというのは念頭に置いているのですがやっぱり辛いです自分でも自分勝手だと思いますし姉として最悪ですよねもしかして自分っていら,ない,のかいらないのかなって思えてきて耐えられないですこの悩みを思い切って母に相談したらすごく冷たくされました私どうすればいいのでしょうか本当に毎日辛いんです辛いですね まず私から申し上げたいことは、あなたは悪くありません。はい。次に申し上げたいこと。高校までは我慢しましょう。はい。次に申し上げたいこと。できれば、寮がある会社に就職して、家を離れましょう。はい。以上です。以上で、ある程度のことが解決できると思います。それまでは、逆に何をしても無駄です。我慢しましょう。はい。 以上です。はい、辛いですね。はい、お気持ちさします。はい。はい、それでは、この配信は以上となります。また、別の配信でお会いしましょう。さようなら。